IOC のコーツ調整委員長は、今朝都内のホッケー競技の会場を視察しました。今日午後4時からは、大会組織委員会や東京都などとの調整委員会が始まり、3日間の会議でマラソンと競歩を札幌で開催するかどうか話し合います。組織委員会関係者によりますと、大通公園を発着地点とするコースになった場合、大規模な観客席を確保するのは難しいことなどから、チケットを販売しない案が検討されているということです。また、調整委員会に先立ち、札幌市の幹部は、昨日、組織委員会の担当者と面会し、大通公園発着案について、夏のイベントが重なり課題があることなどを説明したということです。